ずーっと言うと、まあ、本より何回も進めてるけど、なぜ引かない？え、だ俺だって別に入学経験あるもん。あるんだ。あるよ。ちんちん舐めたことあるし。ちんちん舐め、どうだった？嬉しかった。え、なんか、普通に。嬉しかった、嬉しかった。嬉しかった。こうなんか、顔可愛いやろ。そうだね。顔可愛くて、で、やっぱ一番大事なのは俺は声と思って、はいはい。声が女の子であるかどうかが一番最後。ああ、なるほど。大事な部分だけ、はいはい。顔女の子、うん、声女の子、体つき女の子、ちんちんがついておくわけ。なるほど、なるほど、なるほど。俺が思う完璧な2発、はい、そうだね、わかるよ、それなわけ、わかるよ、俺もで、その場合、チンチン舐めることって1ミリも嫌じゃないやん、うん、まあそうだよやろ、うん、で、向こうがちょっとでも大きくなったら嬉しい、いや、そうね、ね、あるよね、それがそうなのよ、そうなのよ、そうそう、あの、大きくなった瞬間って嬉しいよね、嬉しい、わかる、だから女の子ちょっとわかりにくいじゃん、そうね、そうなのよ、これは女の子の気持ちは多分そうなんだよね、ね、だってもう逃げられないから、大きくなってるってことはもう興奮してるそうそうそう、いや、あ、嬉しい、そう、だけそれを全部はしょった、嬉しかった、いや、そう、え、そう、それってもしかしてさ、その風俗行ったの、それでも知り合い、あ、そう、その時は知り合い、知り合いでしょ、俺知ってる人かも、マジ、え、だって、え、その人タトゥー入ってた、いや、あ、じゃあ違うか、いや、それなんでかっていうと、うん、俺は風俗店行った時に、うん、やっぱその知り合いの人が、あ、そのお店の子が、ぽいと知り合いだよ、みたいな、どれやろう。出たから、そう、だから普通にニューハーフの友達の可能性がある。まあそうだね。そう、でその子もほらやっぱタトゥー入ってて、ああああ、だからあ仲いいんだと思う。なんかタトゥー入ってるニューハーフの子なんか何人か飲みの場で会ったことあるけど。あ、そうだ。じゃあ友達っていうかまあ会ったことある。多分会ったことあるぐらいと思う。分かんないけど。すごいね。でもそこで立たせられ、だから俺はでもそこでもうホエビタイプみたいな人結構聞くから。ああああ。だからホエビは多分人気だと思う。え、嬉しいわ。